お、おはよう。あ、そうだった。昨夜あんたを家まで送った後、そのまま泊めてもらったんだよね。ああ、まだ寝ぼけてるね、俺。お礼なんていいよ。あんたは俺の連れなんだから、お酒くらいいくらでも飲んであげるよ。ああ、ちょうどいい温度だね。ところであんたはいつ起きたの？俺はちょうど今。え、俺いつ着替えたの？もしかしてお姉さんが？へえ、そっか、自分でね。それにしては一切記憶がないんだけど。酔いつぶれてた？あれくらいなら全然平気だったと思うけど。まあでも確かに頭はぼんやりしてるか。ちょっとシャワー借りるね。確か着替えは。お？二日酔いにシャワーは危険？安心してよ。俺の体は丈夫だから。って、ちょっと。はいはい。分かったからもう俺の上から降りてくれない？あんたの言う通り、おとなしく休むからさ。けど、一人で寝てるってのもつまんないから、ちょっとだけ有意義に過ごさせてもらおうかな。ん？顔が赤いみたいだけど、今何を考えてたのかな？俺が言おうとしてたのは、うん、絵本でも読み聞かせてほしいなって。え、あ、ちょっ、ごめんごめん、俺が悪かったよ。今日はもう何でも言うこと聞くから、そろそろ許してくれない？どこ行くのさ、行かないでって。義明さんを呼ぶのもやめて。ああ、別に喉は渇いてないから水は大丈夫。今はただ、あんたにそばにいてほしいかな。あ、酔ってるのかって？そんなことあるわけないでしょ。ところで、この部屋の床ちょっと傾いてない？悪いけど、ちょっと肩貸してくれる？お姉さん、もしかしてシャンプー変えた？うん、すごくいい香り。ねえ、抱きしめてもいい？あ、ダメ？なら、お姉さんから抱きしめてよ。それならいいでしょ？ねえ、いいでしょ？あんたのそばに、異次元空間でもあるのかな？こうしてるだけですごく安心する。どうした？もしかして髪でも引っ張っちゃった？ごめんね、俺の不注意だ。痛かったよね。この辺？それとも、こっち？よしよし。どう？まだ痛む？お姉さん、なんか耳まで赤いね。それに頬も、唇まで。これもしかして全部俺のせい？だとしたら、俺、酔ってるのかって、まだそれを聞くの？ならあんたはどう思う？俺は酔ってる？それとも酔ってない？